今回はお腹気になる方におすすめな腰を丸めて膝を抱えるだけ。それだけで腹筋にしっかり効かすことができて、反り腰の改善、姿勢の改善ができてきます。たったの20秒間一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、通常の腹筋よりも簡単に腹筋に効いて、なおかつ反り腰が改善される方法というのを紹介します。今回はたったの20秒なんですけども、しっかりやりたい方のために3セット一緒にやってみましょう。今回のメニューをより効果的に行うために、タオルをできれば用意してください。タオルを使ってちゃんと腹筋に効かせられているかというのが分かってきます。それでは紹介します。はい、まずタオルを腰に敷いてみてください。腰に敷いて寝っ転がります。腰に隙間ができてしまう部分にタオルを引きます。この状態で寝たままでお腹をへこませて、タオルが抜けないようにできれば下腹ポッコリが解消されやすいです。ですが寝たままタオルが抜けてしまうよっていう方は、腰が反れすぎているので腹筋をしなければ骨盤の角度が解消されません。足伸ばしてタオルが抜けない人は OK、 抜けてしまう人はちょっと膝を曲げて、同じようにタオルを抜けないようにお腹をへこませてみてください。これでタオルが抜けないようにできるよっていう状態が作れたら、今回の腹筋が効果的に行えます。このタオルが抜けない状態を作って、今回は膝を抱えてこのように転がります。腰の位置はタオルが抜けないように作った状態で動いていきます。これを20秒間行うだけです。転がるときにバッタンバッタンってなってしまうと腹筋効いてないので、しっかり腰をつけるイメージで体を丸めてから、このように少しずつ動きます。転がるだるま腹筋ができてくると、姿勢の改善、下腹ぽっこり、反り腰が改善されてきます。たったの20秒一緒に転がっていきましょう。スマートフォンは置いてても持っててもいいです。しっかり背中を丸めて、腰を丸めて動いてください。呼吸がわからないよって方は起きるときに吐いてください。戻りながら吸います。それではマイペースで動いてください。いきます、スタート。こういう感じです。これはね、腰痛の改善にもおすすめです。少しです。できてますか？はい、 OK です。ちょっと休んだらもう一回いきます。あんまり連続でいくと腹筋疲れすぎて動けなくなってくるんで、ちょっと間を空けてね、行うのが効果的です。2回目いきましょう。あと足を使って上がるっていうのも、腰を丸めるだけ。普通の腹筋よりね、簡単ですよね。どうですか？ OK。 あともう一回です。ちょっとお腹疲れてきましたよね。上がるときに腹筋にグッと力入れるとね、簡単に起き上がれます。ラスト意識してください。いきます、スタート。起きるときにね、グッと腹筋意識して、グッという感じで足よりも腹筋使ってください。グッグッ。 OK。今のでお腹縮める、腰丸めるってことをしたので、今度は逆に伸ばします。うつ伏せになった状態で足の甲を床につけて、ちょっと足開いて、手を脇の下について体を持ち上げる。このまま上体をこのように反らしてキープ。最後20秒お腹伸ばしていきましょう。スタート。こういう感じです。ぐーっとお尻を締めて、足つりそうな方はたまにつま先にしてもいいです。これでしっかりね、足つった足つった足つった。 OK。 かー、
つった。お疲れ様でした。今回のね、だるま腹筋。腹筋苦手だよーって方とか、やっぱり腰が硬い方、反り腰の方って、お腹が縮むよりも、背中が縮む方が強いので、腰が丸くならずに、体が起こせれないっていう人も多いと思うんですが、今回みたいに、膝を抱えて、背中を丸めやすく、腰を丸めやすくして、お腹を使いやすくした状態で動いていく。そうすることで、普通の腹筋よりも簡単に効かすことができて、姿勢や反り腰の改善、腹筋を使う感覚っていうのが身についてきます。腹筋使うメニューは苦手でやってなかったよって方はね、今回のメニューを何度もやってみてください。ちゃんと転がれたよ、全然転がれなかったよとか、やってみた方よかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。